ありがとうございます。もう最後は場内もスタンディングオベーションでした。どんな気持ちだったですか？嬉しいですね。ただもう、いやもう後半3分くらいから倒れるかと思うくらいの、あの辛さとの戦いだったんですけど、ただ完璧に自分との戦いだったんですが、まあ他の選手の出方も見てしまい、自分との勝負というでもあったんですが、一方で、まあ、2本目のセカンドのトリプルアクセルを、まあ、自分の体がもう持たないということが分かったので抜いて、とりあえず最後までまとめようという、戦略をにシフトチェンジしまして、途中からやったんですけど、でもそれでもあのお客さんすごく盛り上がってくださって、あ本当にこのあの歓声だけで、いやこの苦しみを超える価値はあるなと、いや本当にただただ嬉しいですね。初めて皆さんの前で演じる中でこれだけの反応がもらえたとなると、これからもっと楽しみになってきますよね。そうですね、出来としては本当に今ので 60% くらいだと思うので、まだトリプルアクセルも入りますし、まだステップもフィリップジャンプのところに3連続のコンビネーションと、あとステップが入るはずですから、あと軽く10点以上は稼げるんじゃないかなと思います。そうなった時は疲労度どうなるんですか？昨日も、ね、かなり不安ね思ってました。初戦だったので、やはり、まあ、準備万端に仕上げてくるのが義務なんですが、それができなかったんですね。だから、まあ、その中でこれだけの演技ができたということは、あの誇りに思うし、これが僕の本当に 120% の今日は演技だったと思います。ただ、まあ、次のフランスからはもう やはりさらに自分のキャパシティを上げて、あのやっていかなきゃいけないなと思います。まだまだ成長、ショートもフリーも成長するでしょうから、トータルで15点20点は上げられるはずだと僕は信じています。あの場内もそうですけれども、これから登場してくる選手たち、あの去年アメリカ大会勝った時は羽生選手がものすごく刺激を受けたって話してました。今日のもみんなの心に響いてるんじゃないですかね。いや、まあそうですね、羽生選手のみならず日本の選手たちに、いいボールを投げられたんじゃないかなと思うから、これを相手がどう打ち返すか、そして相手がどう投げ返してくるか、じっくり見て僕はそれにドンと構えて、その勝負に乗るだけです。まあ、次はフランス大会ですけれども、その前に明日エキシビションもありますよね。楽しみにしてます。ありがとうございます。できるかな体が、いやでも本当に舞台は舞台ですから、イーストオブエデンのセレブレーションバージョンを用意しているのでね、海外は初公演ですから、こちらもきっと、あ、昨シーズンの僕のショートだと最初思いつつも、多分いい意味で裏切ると思うので、明日もしっかり自分らしい演技を現地のお客様と、それから日本の皆様にお届けしたいと思います。